このテーマ、論語、起業家営業マンのための難しく教えない論語、論語だったり一見難しそうな古典なんかも僕が噛み砕いて現代人の中卒以上の人だったら分かるようにこうどん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 お伝えしていきたいなと思います。牛木翔太の営業で人生を変える YouTube チャンネル、今回はですねこのテーマ論語、起業家営業マンのための難しく教えない論語ということでお伝えしていきたいと思います。論語っていうとですねやっぱりほとんどの人が読んだことない人が多いですね。でね、なんか難しいイメージを持ってる人が多いです、ほとんどです。でもなんかちょっとは興味あるし、なんか勉強してみたいな、なんかいい話なんだろうなとは思ってるんだけど、なんか難しそうだしとか、なんか古文わかんないしみたいな感じで結構ね、なんかこう近寄りがたいっていう人多いんですよね。でもね、実は論語で書かれていることって別にそんな難しくないんですよ。これなんで難しいイメージがあるかっていうと、その学者とかその古典の専門家たちが難しく教えちゃってるんですよね。で、難しくしちゃってるんですよ。なんかそのもう細かい字の難しいのこれじゃないといけないとか、なんかね、学問的にしちゃってるんですよね。でも論語って実はすごく砕けていて簡単なものです。難しくはないです。で、今回はですね、論語とかって勉強したことない、企業家経営者営業マン向けの難しく教えない講座ということなんで、かなり噛み砕いて、かなり場合によってはちょっとチャラくお話したりもします。なんで論語の専門家とか古典研究してる人からすると、いやそれは違うぞっていうのはあるかもしれませんけど、それは今回はちょっと置いといてください。初心者向けのね、論語講座ということでお伝えします。で、論語って何かっていうと、この孔子さん、孔子っていうね、今から2500年前ですね、中国の春秋戦国時代、春秋戦国時代といえばあれですよ、キングダム、キングダムの時代の人なんですよ。その孔子さんっていう人と弟子とのやり取りをまとめた、今風に言うと Q&A 集です。 Q&A 集、弟子がね、ね、孔子先生、こういう時ってどうなんですかね、あ、それはね、こうした方がいいんじゃないみたいなのをまとめたものなんですよ。なんで、子曰くとかっていうの聞いたことありません？子曰くなんちゃらなんちゃらって始まる感じですね。で、孔子さんの細かいことはウィキペディアで調べてみてください。もう当時のすごい人、弟子は3000人以上いた。その弟子っていうものがその辺のあんちゃんじゃなくて、やっぱすごい人たちなんですよね。で、20冊のまあ本になってて、その中に499のありがたい言葉がいろいろ書いてあったっていう本ですね。で、これ2500年前っていうのがポイントで、2500年前書かれて今残ってるもんってなかなかなくないですか。だからね、やっぱこれすごいんですよね、論語って。で、実はこの儒教の元になってたりとか、で、それが日本にやってきて武士道精神とか武士道教育の元になったとも言われています。別で原始四録についてっていう動画があるんですけども、原始四録の佐藤一斉さんなんかはこの論語を極めた人なんですよ。論語を極めた人がこの日本の志とはっていうのが原始論だ。これがね、一番の源流です。本当、古典とか昔の話の本当一番のこう源流だと思ってください。で、実はね、論語って今の僕らにも身近なところに実はあるんですよね。実は本屋さんの由来、じゃじゃん、徳は子ならず必ず隣あり、これがね、小句って言われるものですね。こういう言葉が499あると。これがね、いい言葉なんですよ。徳、まあ徳ですよ、人徳、人徳を積んで人のためにいいことをしてれば孤独になりませんよと。必ず隣に応援してくれる人、助けてくれる人、そういう人がね、現れますよっていう話なんですよ。いいこと言ってると思いますね。別に難しくないですよね。まあ当たり前っちゃ当たり前かもしれません。ただこれをできてる人ってどのくらいいますかっていう話なんですよ。やっぱりこう成功してて人徳のある人望のある経営者営業マンはやっぱりこういう風になってますね。場合によってはこう稼ぐことはできるけど人望がない人なんかは隣に人がいないかもしれませんね。さあ、これピンときた人いますか。有林堂書店っていうのはまさにこれから来てます。っていうと、なんか有林堂さんで買いたくなりません？ちょっと本をね。そして2つ目、これは2つだけです。我非に我が身を賛成す、人のために計りて忠ならざるか、法有と交じりて真ならざるか、習わざるを伝うるか。これはどういうことかというとですね、私は非に何度もこう振り返って反省しますよ。
反省っていうのもなんかもうすぐダメだみたいな反省じゃなくて、あの振り返りですね、セルフフィードバックみたいな。で賛成っていうのはこれね、賛じゃなくて何度も何度もって意味合いなんですよ。この古典での賛っていうのは数字の賛じゃなくて何度も何度もって意味合い。ほらほら、再三注意したのになんでだとか言うじゃないですか。あれはこれなんですよ。で人のために計りて、これはどういうことかって、計るってなんか計り事みたいな意味合いですけども、これは意味がちょっと違います。人のためを思ってちゃんと忠義を尽くしたかな、人のためにいいことしたかな、ね、友達と交流して信頼関係作ったかな、なんか習ってもないようなことを人に伝えたりしてないかな、みたいに何でもこう反省しますよと。だ毎日こう、今日俺一日どうだったかな、もっとあれできたかな、よし明日頑張ろうみたいな、こうポジティブな反省ですね。明日につながるような反省をしていきましょうと。さあこれもう気づく人、これでねすぐ分かったかもしれませんけども、三省堂書店さんですよ。もう昔からの大手ですね。三ね、だったら論語買うんだったら三省堂行ってみたいですね。三省堂行ってみて、ちょっと店員さんに聞いてみてください。これ我日に我が身をとかって三省すとか出てきたらすごいですよねと言ってくる人あんまりいないと思いますけど、という感じ。こんなノリで始めていきます。じゃあね、身近な論語、四字熟語、ことわざっていうところで、礼をこれ用いるには和をたっとしとなす。これ聖徳太子の礼は和をたっとしとなすみたいな言葉ありますよね。あれこれ論語から来てるんですよ、聖徳太子さん。これそのままっすよね。温故知新、温故知新っていうのもここから来てるんですよね。まあ昔からのことも大事にしながら新しいことも知りましょうねと。これそのまま縦読み、切磋琢磨、そのままですね。切磋琢磨も実は論語なんですよ。奮せずんば啓せず、非せずんば発せず、これ啓発、自己啓発とかの啓発ってこういうなんですよね。でこれだけ、ね、ちょっとね面白いんで伝えていくと、これがね、奮せずんばっていうのがなんか分かんないから教えてくれよっていう状態にならないと教えてあげないよと。まあ言いたいけど何て言えばいいのか分かんない、うーってならないと教えてあげないよっていう意味なんですよ。だから本当のね、啓発とか教育っていうのはあれこれ人にバン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 アドバイスすることじゃないですよ。いや困ったな、教えて、教えてくださいよっていう人に教えるからこそ実際やるし価値があるんですよね。あのね、求めてもないアドバイスとかって実はあんまり役に立たなかったりするんですよ。っていうことはもしかしたら我々教育者の仕事っていうのはこの状態にしてあげることかもしれませんよね。うまくいってない人がいてバッとアドバイスするんじゃなくて、その人にいろいろね質問を投げかけたりとかして、あ、そっか、やばいな、え、じゃあ、え、このままじゃまずいっすね、どうしたらいいんすかってなってから、じゃあ教えてあげようか、いいって言って教えてあげる。これがね、教育の本質です。だからなんかこうね、好きでもない先生にああしろこうしろって言われたりとか、まあ、もしかしたら親にああしろこうしろって言われても聞かなかったじゃないですか。我々って一緒にしていいか分かんないですけど、ちゃんとこの求める状態にしてから教えるっていうことですね。さあ続きまして、これはね何かというと、見ざる言わざる聞かざるです。これあの日光ですよ、日光東照宮に見ざる言わざる聞かざるってあるじゃないですか。でなぜこれがあるかっていうと、余談なんですけども、徳川家康は論語を読んでたって言われてるんですよね。実はね、戦国時代って論語ってそんな読まれてなかったんですよ。孫子の兵法とかかなり読まれてたんですけど、戦国の世なんで人としての正しいやり方なんて言ってらんないじゃないですか。でもね、徳川家康は読んでたんですよね。神訓遺訓っていうね、徳川家康が残した遺訓があるんですけど、その中に書いてあることは本当ね、論語そのまんまだったり同じようなこと言ってるんですよね。で江戸時代のこう教育なんかも論語が使われたという。なので家康と論語、家康があれだけこう成果って言ったらあれですけどね、徳川幕府が安定した300年に築いてたのも根底に論語があったと言っても過言じゃないかもしれません。っていうと面白くないですか。これ過ぎたれば及ばざることしとかね、まあ、これそのままですかね。さあこっからです。こっから本ちゃん、牛木の好きな章句18選ってなんじゃいこの気持ち悪い数字はっていうのはですね、本当はね10選とか15選にしたかったんですけど、もうね選べなかったです。もうこれ以上切ることはできなかった。これ切っちゃうとね、僕の今回の伝えたい意図がつながらない、この本気で生きて人生を変えるっていうところにつながらないなと思って、18、気持ち悪いですけど、でもこの18個だけでも覚えて実践したらすごいことになりますよ。間違いなく営業だったりとか経営で成果上がるでしょうね。さあ見ていきましょう。
一つ目、義を見てなさざるは言うなきなり。これいいですね。義ですよ、義。正義とか大義とか恩義とか、ね、こう人としての正しい道、なんか法律守ってれば OK とかじゃなくて、人としてこうするべきだよねっていう正しい道を見て何かをやらないっていうのは勇気がないことですよと。だから、ね、一生懸命本当真っ当な仕事をしようとして頑張ってる人がいるのに、お手伝いしたりフォローしないのはそれって勇気ないことじゃないのと。で、会社の不正をね正そうと、これは間違ってるって言おうとしてる人をがいたら応援しようよと、そういうことしようよっていうことなんですよ。でもなんか怒られたら嫌だなとか、給料下がったら嫌だなみたいな気持ちがあって、そう、勇気がないとできないんですよ。これドラマとかでもありますよね。本当にドラマの主人公とかってみんなこの結構義があって勇がある感じじゃないですか。で、ね、これね、漫画好きな人はね聞いたことあるかもしれません。これはねナルトで出てきます。ナルト、あの忍者のカカシ先生がね前半で言ってるんですよ。あの覚えてます、あの前半の、橋を建てるとこの、あの護衛に行った時に、あの霧隠れのザブザとかが出てきちゃうじゃないですか。で、なんかいやいやこんな任務割に合わないよねってなったんだけど、もうナルトとか戦う気になってるから、加賀先生も分かった、じゃあ戦おうと。で、あのおじいさんが、でもいいんですか、そんな大してお金払ってないのにみたいな言ったら、加賀先生が、いや義を見てせざるはって言ったんですか、義を見てせざるは言うなきなり、っていう言葉を言って、これは先代火影の言葉ですみたいな、あれ論語なんですよ。だからね、結構漫画の作者なんかもね論語とか読んでんのかもしれないですね。で、これとねセットになること、これもね、これは結構有名で、次はね そこまで知られてないです。君子勇を尊ぶか、子曰く君子義をもって神となす。君子勇ありて義なければ乱をなす。聖人勇ありて義なければ党をなす。これどういうことかっていうと、孔子先生と、あ、これね、孔子の子、子っていうのが先生っていう意味なんですね、実際には。だから孔子先生っていうと、その先生先生ですよみたいなマニアの人の、あのツッコミはやめてくださいね、それは知ってますから。ね、勇気が一番大事なんですかね先生っつったら、先生曰く、いやいや勇気も大事だけど、本当のうまくいってる人は義を大事にするよねと。君子、まあこれが君子、まあ国王様とかですね、今で言うとリーダー経営者、リーダー経営者が勇気がバリバリあって義がないと乱れるぞと。これ営業会社でありがちですよね、めっちゃ稼ごう、うえーみたいなのがあるんだけど、義がないともう悪徳商法したり、いらない商品押し付けたりとか、そういうことになっちゃいますよと。で、精進、まあこれしょうもない人、しょうもない人が勇気だけあって義がないと盗み窃盗しますよと。そうだ、勇気は大事なんだけど、それより上が義なんだと、義が一番ですよっていうことを言ってます。これまさに本当現代でもありますよね、こういう営業会社多いですよね。そして続きまして、君子は文をもって友を返し、友をもって人を助く。これどういうことかっていうと、これがね今でいう勉強会とか交流会っていう意味合いらしいですね。なんか最初手紙とかかなと思ったけど、そうじゃないらしいんですよ。君子はその勉強会交流会で友達を作って、その友達を作って人を磨いていくんだと。人っていうのが優しさとか愛情とか人気とかっていうじゃないですか。今のビジネスマンもそうですよね。いろんな勉強会行ったりとか交流会行ったりとかして、そこでこう企業仲間を作ったり、意識の高い仲間を作って、でそれを切磋琢磨して、でお互い成長していくっていうのが君子ですよっていうことを言ってるんですよね。今でも通じますね。そうそう、ちなみに紹介が遅れちゃいますけども、今回ほとんどコロナ禍からお伝えしてます。論語論っていろいろあるんですけど、僕がおすすめなのがね、このビジネス訳論語ですね。これ書いてる作者2人がね、僕の論語の先生なんですよ。青柳さんっていう人と工藤さんっていう人がいて、実際僕6年前ぐらいに青柳さんの勉強会でこの論語を勉強して、その後一昨年ぐらいからもこの工藤さんっていう人からも論語だったり古典を学んだりしました。これすごく分かりやすいですよ。原文も載っていて、分かります、原文も載っていて、一個一個の漢字の意味合いも載ってて、でこう注釈とかも載ってるんですよね。これ結構分かりやすい。今回はほとんどここから出展しています。そして君子は義に悟り、聖人は理に悟る。これはねどういうことかっていう、悟るって大事にするってことですね。
だからリーダーは義を大事にしますよと。でもしょうもない人はなんか利益とか儲かるかどうか、それを大事にしますよ。これもそうっすよね。今でもなんか、え、それやったら儲かるんですかとか、え、紹介したら金くれるんですかみたいな人って、しょうもない人が多いじゃないですか。いやいや、マルマンさんにお世話になったから、いや、いいですよ、やりますよっていう人がね、やっぱりね、リーダーだし成功していきますよね。このね、君子精進シリーズ、これ面白いですよ、分かりやすくて。ほら、また来ました。君子はこれを己に求む、精進はこれを人に求む。うまくいかなかったこととか問題点っていうのを己に追求するんだ。あ、今回うまくいかなかった、あ、俺もっとこうすればよかったな、こうしとけばよかったなみたいな。でもしょうもない人は、いや、これうまくいかなかったの、あいつが悪いんじゃない、いや、あいつじゃない、いや、もう景気だよねみたいな、こう何でも人のせいにする人って、あ、いません？結構かっこいいっすか、そういう人って。かっこ悪いじゃないですか。でもこう、うまくいかないとき反省して、自分のせいというか、自分に何かあるな、これがね、成長するんですよ。で、これは西洋哲学というか自己啓発セミナーとかそういうの中に出てくる、自分は源っていう考えと一緒なんですよね。自分に源がある、自分は源で生きる、他人が源で生きるとかっていう人いるんですけども、こうまさにこれです。うまくいかない、俺だな、よし、こうしようっていう考え、これはね、やっぱり成長しますよ、この考えが。そして次も出ました、君子精進シリーズ。君子は和してどうせず、精進はどうして和せず。さあ、これどういう意味合いなんですかね。これはですね、どうっていうのがよくわかんないけど、まあ言われた通りやりますよみたいな、はいはいはいみたいな、言われたからやります、はいはいはいみたいな感じ。和は本当の信頼関係なんですよ。言われたからやりますじゃなくて、え、でも丸山さん、それだったらもっとこうした方がいいんじゃないですか、え、だったらこうしましょう、で、ね、そうしたら、ね、みんなのためになるじゃないですかっていう、なんかこう不和雷同みたいな、これが本当の和なんですよ。だ、言われたことやりますとか、なんかめんどくさいから入って言おうとか、揉めたくないから、はい、わかりましたっていうのはどうなんですよね。え、でもそれちょっと違うんじゃないのって思ったら、それをね、ちゃんと伝えること、それが本当の信頼関係なんですよ。これはね、チームビルディングだったり組織ですごい使えると思いますね。結構どうしちゃってません？本当の和をしてますか？本当の和になるには、やっぱちょっとギクシャクしたりとか、言いたくもないこと言ったりしないといけないこともあるかもしれません。まあこっちは楽ですよ。あ、終わりましたーつって、うん、はいはいはいみたいにしてればいいですか。こっちの道を選びましょう。続きまして、これ最後かな、君子精進シリーズ。君子は人の美をなし、人の悪をなさず、精進はこれに反す。だ、素晴らしいリーダーは人のいいところを見ますよ。そしてあんまり悪いところを見たり言ったりしないようにしますよ。で、うまくいかないと逆ですよ。で、人の悪口ばっかり言って、せっかくいい人なのに、あそこ悪い、あそこ悪いとかっつって、 でもいいとこ、いや、そんな信じられないみたいな、それはね、人望できませんよ。で、悪いとこを全く見ないとか注意しないっていう意味合いではありません。いいとこ悪いとこあったら、いいとこを見つけてあげる、これがね、やっぱりね、かっこいい素敵な人ですよっていうような話。すごい面白いでしょ。全然難しくなくないですか、こうやって砕けて言うと。これをね、あの古文みたいになんかのこの漢字だけにしてとか、そんなことするからね、難しくなるんですよ。何の意味があるんですかってことなんですよ。まあ、そういうね、文学の勉強とか研究する人はそれでいいかもしれませんけど、僕だったらね、この形で勉強しろっつう話ですよ。まあいいよ、この辺にして。続きまして、過ちて改めざる、これを過ちという。あ、これも深いですね。まあこのままですけど、失敗して改めない、これが失敗ですよってことなんですよ。だ、1回2回の失敗とかうまくいかないのは当たり前なんですよね。だ、同じ失敗を2度も3度も繰り返すのはあかんですよっていうことを言ってるんですよ。だから、ね、僕らも失敗を恐れずにどんどん挑戦しましょうよ。で、同じ鉄はね、踏まないように工夫して、次回リベンジしていこう。いいですね、これも。これも深いですね。己の欲せざるところ人に施すな彼。まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、自分がやってほしくないことは人にしないようにしましょうね。これはなんかキリスト教とかで言われていることとも一緒ですよね。うん。続きまして、これもいいですね。徳あるものは必ず源ある、源あるものは必ずしも徳あらず。これどういうことかっていうと、徳のある人っていうのは必ず言葉の説得力があったり、話がうまかったり、うまくなくても言葉になんか重みがあったりするんですよ。でも逆に
プレゼン上手い人が必ず得あるかっつったらそうじゃないですよっていうことを言ってるんですよね。だからこうペラペラ喋るうさんくさい詐欺師とかもいるじゃないですか。なんかブワーって喋るの上手い、なんかちょっとうさんくさいネットワークのリーダーとかいるじゃないですか。そういう人はこっと得ないですよと。ただ分かんないですよ、関わってみないと。やっぱりこう本当に得ある人ってやっぱり話も上手い人が多いですね。でね、うまくなくてもすごくね言葉に重みがあったり説得力があったりとかするんですよ。本当これまさにそうですね。これは面白いですよね。こっちが必ずこうとも限らないけど、こっちの人は必ずこれがあるんですよ。うん、プレゼン上手い人も多いですし、うまくなくてもねなんか説得力重みがあったりします。そしていやこれも面白いですね。これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかず。これどういうことかっていうと、それを知ってるっていう人はそれを好きな人には勝てないですよと。これ好きなんだよねっていう人は、いやこれ楽しいんだよねっていう人には勝てないですよっていうことを言ってるんですよ。あの好きこそものの上手なれとかって言うじゃないですか。まさにそれなんですよ。だから皆さんの仕事を好きでやってますか、楽しんでますかってことなんですよ。僕もこれ楽しんでやってますから、こんな風にね。だからやっぱそうするとね、上達もするし成果も上がるし、もちろんね、好きなこと楽しいことだけやって嫌いなことやんなくていいのかって言ったらそういうことじゃないです。そういう上げ足は取んないでください。やっぱり仕事はね、楽しんだりこの好きだったり楽しいことがやっぱり一番ですよ。もう本当に嫌で嫌でしょうがないってことはあんまりしない方がいいかもしれないですね。趣味でもそうですね。好きなこと楽しいこと、これはね面白いですよね。あ、これもねよくこの時代でって思うんですよ。こう直樹を持って恨みに向かい、徳を持って徳に報い。これどういうことかっていうと、このね直樹っていうのがビジネスライクな対応なんですって。面白くないですか。恨み事には、まあ、クレームとかね、クレームとかにはビジネスライクに対応しましょうねと。ただやるべきことやって、それ以上文句言われてもそんな気にしないこと。あのクレーム、変なクレームにね真心でやりすぎるともう傷ついたり疲弊しちゃいますよね。だから恨み事はビジネスライクにやりましょうねと。で逆に向こうが徳を持ってきてくれたらこっちは徳で迎えましょうね。これもねやってな逆の人多いですね。クレームごとだけになんかビジネスライク以上のすごい対応しちゃってボロボロになって、でせっかくあなたのためにとかってやってくれてる人に、はいじゃあどうぞみたいなビジネスライクな対応しちゃったりとか、逆あの特なんつうのかな、そのあただのお客さんというよりあなたのことすごく大好きなんですみたいなお客さんとか、なんかすごくこっちのことを考えてくれるお客さん、そういう人にはなんかビジネスライクな普通の対応以上のことをしてもいいじゃないですか。定型のメールだけじゃなくてなんか一言二言添えてもいいかもしれないし、ね、一緒にご飯食べ行ったりするのもいいかもしれないし、ね、メールのやり取りだけじゃなくて LINE の、ね、交換するのもいいかもしれないし、得に対しては得を持って対応しましょうねっていう、こう対応の違い、本当こうビジネスのコツですよね。2500年前ですよ。2500年前、これもね面白いですよ。民の義を務め寄進を経営してこれを遠ざく地と言うべし。これどういうことかっていうと、この民の義っていうのは、まあ、民衆がやってほしいこと、自分が王様だとしたら民衆のやってほしいこと、例えば今なんか田んぼが荒れてるって言うとそれを良くしようとか、なんか貧乏で飢えてるって言うとじゃあ食べ物を出そうかとか、なんか民のために、ね、いろんなことをする、まあ、王様の義務ですよね。それをちゃんと務めて寄進を経営してこれを遠ざく。これどういうことかっていうと、鬼神ってなんかそんなグーって強そうななんかその鬼の神様とかじゃなくて、これはねスピリチュアルっていう意味なんですよ。スピリチュアル、だこれ鬼神って書いてスピって読んでください。スピを経営してこれを遠ざく。だスピリチュアルなもの、パワーストーンとかなんか神社行こうとかパワースポット行こうみたいなあるじゃないですか。だからそういうのはまあちゃんと敬う、いや大事ですよ、まあ、神社大事ですよね、あパワースポット、あパワーストーン大事ですよねって大事にもしながらちょっと遠ざけておく、これが知恵なんですよって言ってるんですよ。これ面白くないですか。結構ね起業家とか営業マンでもいるんですよ。こういうねスピリチュアルグッズばっか買って、この10万円のパワーストーン買ったから俺成功できるんだとか、どこどこ神社に行ってお参りしたから俺成功できるみたいなこと言ってアポも取らないし仕事もしないしみたいな、そんなやつがねうまくいくかって話なんですよ。バカ野郎ってことなんですよ。もちろんそういうの大事ですよ。僕も地元の神社に必ず初詣行きますし、年に1回伊勢神宮行きますし、あとはこう願掛けとかも大事にしてますけど、それ頼みにはしてないんですよ。それも大事にするんだけど、
やるべきことやりましょうよと。営業マンだったらアポ取ってプレゼンして月に何人に断られたんですか、何人プレゼンしましたか、セミナーやってる人だったら何人じゃ集客したんですか、集客のために何人声かけましたか、それをちゃんとやってるかどうかってことなんですよ。そういうのちゃんとやって、まあお参りしたりね、多少スピリチュアルグッズ買うのもいいですけど、これが本当の知恵だよって言ってくれてるんですよね。いや、まさか2500年前からね、この今のスピ好きの人への説教ですよ、浩司さんからも。もちろんね、スピリチュアルも大事なんですけど、やるべきことちゃんとやりましょうねっていうことになります。我未だ徳を好むこと、色を好むがごとくするほど見ざるなり。これも面白いですよね。徳を好むこと、だ徳を積もう、一生懸命いいことしよう、人のために頑張ろうっていうことを、色を好むぐらいする人を見たことない。だからこれ色っていうのはよくね出てくるあれですよ、恋愛だったりとかね、色欲って言ったりもしますけど、まあエロですよね、一言で言うとエロ。それが好きぐらい徳が好きっていう人いないっていうことなんですよね。これはもしかしたら今でもそうかもしれないし、2500年前もそうなんですよ。その時代でもこのくらい徳を積むことっていうのは難しいことなんでしょうね。いろんな誘惑があったりとかって言われるとちょっと安心しません？あ、こんなんでもいいんだと、多少欲望があってもいいんだと、でも徳を積むためにね、ちょっとずつ頑張っていこうっていう話ですね。そして不義にして富かつ尊きは我において浮雲のごとし。これどういうことかっていうと、不義でずるして悪いことして金儲けするなんてことは浮いてる雲みたいな意味のない何もないことなんですよっていうことを言ってくれてます。あの論語とかを勉強してるとですね、そういうの好きな人だと、その論語を学ぶイコールお金儲けがダメなんだって考える人って結構いるんですよ、うん、こういう勉強家とかって金儲けとかね、贅沢をすごい嫌がる人っているんです。もちろん必要以上のね、あの贅沢とか不義で贅沢は NG ですけど、別にね、論語講師はお金儲けを否定してません。これマジです。あの論語とそろばんっていう本の渋沢栄一さんもその中で書いてますけれども、論語がね、商売金儲けを NG って言ってるのは一切ないんですよ。これだけ不義にして金儲けするのはダメだよっていうことを言ってるんですよね。ずるいことするんだったらこうね、自分の腕で寝るぐらいでいいよみたいな話もありますし、お金儲け自体をね NG って言ってないんですよ、商売とか。確かね、アリストテレスかな、アリストテレスはね、商売イコール悪みたいな言葉を残してたんですけども、それはちょっとどうかなと思いますよね。だからね、論語勉強するイコール贅沢な暮らしをしちゃいけないとか、ボロボロの服着てなんか正座しないといけないみたいな、そういうことじゃないですよ。だからずるはしないでねと、まあ、今の時代なんでお金儲けすること大事だと思いますよ。特に営業マンとか起業家だったら、やっぱりお金儲けしたいっていう気持ちはやっぱりね、起業する中であると思うんですよ。ではもちろん30万、50万、100万稼ごう、200万稼ごう、もちろん OK です。ただ、これはしないでねと。お客さん騙して売ったりとか、なんか必要ない高額商品を売ったりとか、その情報弱者って言われる人にもう何もない高額商品売ったりとか、そういうのはしないでくださいねってことを言ってるんですよ。だからね、お金儲けは OK。不義はしないでね。続きまして。これはね、結構有名な言葉ですね。我15にして学に志す。30にして立つ、40にして惑わず、50にして天命を知る、60にして耳従う、70にして心の欲するところにおいて乗りを越えず。これね、どういうことかっていうと、論語さんじゃない、孔子さんのことなんですよね。私は15歳で学問を志しましたよ。よし、この勉強学問でやっていこうと。早いですね。これ15なんて15の夜状態ですよ。こんな状態でしたけど。で、30で立つ。30で本当立ち上がったじゃないですよ。もう赤ちゃんじゃないんだから。30で自立しましたってことじゃないですか。自立して自分で暮らして生活していけるようになったと。で、40にして惑わず。勉強よりなんか農家じゃないかな。いやいや、戦いじゃないかなみたいな。惑わったりはしないですよ。これ惑ってる人いません？こっちの方が儲かる。こっちの方が儲かるみたいな。40以上でそういう人もいますけども。で、50になったら天命を知る。こいですね、あ、自分の天命はこれだ、この学問の道でこの弟子たちを育成するのが私の天命だっていうのをね、50でピシッと知るんですよ。で、60にして耳従う。これは耳従うそのままで、人の言うことを聞けるようになったってことなんです。今更ってこれちょっと思うじゃないですか。いや、天命知る前に人の言うことを聞こうよみたいな。これ、ね、多分ですよ、
60って当時の60って今の60よりなんかちょっとおじいさん感強いと思うんですよね。ってなるとやっぱ人の言うことって聞かなくないですか、老人になる、なればなるほど、まあ、人によりますけれども、しかもめちゃくちゃすごい学問のねマスターで3000人弟子がいるっていう中で、もしかしたらこの辺でいやいや俺はそんなの知ってるよみたいなのあったのかもしれないですよね。で60であそういう考えもあるかなとか、なるほどねって言えるようになったと、なんか謙虚さを感じますよね。で70にして心の欲するところに置いて糊を越えず、この糊っていうのはどういうことかっていうと、あの範子とか範博とかって人の名前の範っていろいろ出てくると思うんですけど、ルールっていうような意味合いがあるんですよね。あのほら憲法の憲、憲法こっちじゃないですよ、あのなんとか国の憲法の憲の範の人もいるじゃないですか。あと正範とかでもあの規則みたいなああいう字で、この範ってのはルールとか、ルールってなんか法律的なルールっていうか 人としての道ですかね、そういうのを超えなくなりましたよ。だから本当心の欲するまま何やってもいいよって言われても、人としての道とか法律とかを一切超えないようになりました。もうすごいですよね。僕ら何やってもいいよって言ったらもううわーって乗り越えまくっちゃうかもしれないですよね、っていう状態になりましたよっていう話ですね。これよくね SNS とか見てると40歳になった時にこれを書いたりとかね、不惑の年になりましたとかっていう人も多いですけど、いやでもお前すげえ惑ってんじゃねえかみたいな人もね結構いますけどね。これ有名な言葉。お、そろそろこれと次で終わりですね。いなく、ひつなく、こなく、がなし。これどういうことかっていうと、孔子の弟子が孔子さんってどういう人ですかって聞かれて答えたのがこれって言われてるんですよね。ねえねえ、まあまあさ、お宅の先生のさ、孔子さんってどういう人なの？あ、うちの孔先生ですか？あ、まあ一言言うとね、いなく、がなく、こなく、がなしっすね、みたいな。やばくないですか？これどういうことかって、いっていうのはもうこうしたい、こうしたいみたいな、意図とか意思とか、必ずこうしたいんだ、こうじゃないとこうするべきだとか、もう凝り固まって、いやこうしないとこうじゃないとみたいな、いや俺はこうしたい、俺がみたいなっていうのがないんですよ。まさにねこう悟りを開いてるような状態ですよね。みんなあると思います。僕もありますよ。これはね、自分がこうしたい、必ずこうしたい、もう固定概念でこうあるべきだ、ね、僕らもかっこいい大人とはこうあるべきだ、営業とはこうあるべきだみたいなあるじゃないですか。あと俺がとか、それがないんですよ、うちの先生は。って言われてたらしいんですよ。すごくないですか？こう言われてみたいですね。え、牛木さんってどんな人ですか？いや、いなく、ひつなく、こなく、がなしですかね、とか。って言われたらね、最高ですよね。そしたらゴールかもしれません。でね、これはね、実は西郷隆盛さんもこの言葉がすごく好きみたいです、論語の。西郷隆盛さんの本の中にも、こう人の究極の状態っていうのは、いなく、ひつなく、こなく、がなしですよ、みたいなことを言ってるんですよね。ここまでたどり着くのは難しいですよ。逆に言うとこういうのはやっぱり自分の中にあるんだなと。だからこだわりすぎちゃダメだな、あんまり固まりすぎちゃダメだな、あんま俺が私が私がしちゃダメだなっていうことをね、戒める意味でもこれはすごく好きですね。そして最後、これかっこいいですね。仁者は憂えず、智者は惑わず、勇者は恐れず。これ恐れずです。これ普通の恐れずと一緒です。これかっこよくないですか？これ前論語セミナーやった時、最後これ一番大好きなんですって出したら、参加者が、あ、すごい牛木さんらしいですねって言ってくれたりもしたんですけど、仁者、愛情のある人、人のことを思いやれる人は憂えたりしないですよと。智者、本当の頭いい人、ただ本読んでる人って本当に機転の利いて頭いい人は惑ったりしないですよ。そうですよね。で、本当に勇敢な人、あの冒頭にあった義とかも大事にしながら、勇敢な勇者は恐れませんよ。かっこよくないですか？これドラクエ世代には勇者を恐れずとかって言われちゃうとね、やばいですね。まあ、これ賢者だったらもっと嬉しいですけどね。ということで、ここまでで論語、難しく教えない論語を終わりにしたいと思います。こんな形でですね、論語だったり一見難しそうな古典なんかも僕が噛み砕いて、現代人の中卒以上の人だったら分かるように、こうどん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 お伝えしていきたいなと思います。でね、今年はこういう論語とか古典以外でも、僕が読んできたビジネス書とか自己啓発本とか、まあ、起業家経営者に必要と言われている本、まあ、中にはこう分厚くてなんか読みづらくて読みにくいなっていう人もいるので、それも分かりやすく噛み砕いた動画なんかも定期的に発信していこうと思ってますので、楽しみにしてください。じゃあということで、今日の論語を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。